1回戦 C グループは7フレまで終え、依然小泉がトップ。それを浅田が追う展開で、ゲームは第8フレーム。ほら、ちょっと今度は逆に曲がりすぎて厚く入った、はい、小泉は4つで途切れました、はい、止まったということですよね。今浅田がね映りましたが、しっかりと見ていましたね。さあ一方の古田、やはりここは、はい、いや本人の中ではね、立ち位置を右にずらして、ね、はい、少しこう厚めになるようにという気持ちで投げて、で思ったようにある程度投げられたと思うんですけれども、それでもあんだけ薄かったんですね。うーん、さあ小泉、うん、ここもしっかりとスペアを取ってきました。さあここは古田、やはり1回戦3位になると次戦出場停止になってしまいますからね、はい、この最後9、10とストライクで終えたいところですね。そうですね、まあ、非常に悔しいでしょうけれども、特にこの10フレームで投げるね、18番レーン古田はね、最後克服してほしいですよね、はい、さあ浅田です。現在4連続、小泉は4連続で途切れました。どうか、点ピンが残った浅田も途切れた。悪くはなかったけれども、はい、やっぱり10本倒すにはもう少し厚めに持っていきたかったんでしょうね。本人も自分の中ではちょっとそれを感じていると思います。さあこれで、はい、まだ小泉は浅田を20ピンほどリードしてますかね。はい、20ピン、正確に言うと今22ピンですよね。はい、いけた、声が出てストライク。かなり思い切りね、右側から攻めましたよね、はい、うん、はい、第9フレームにストライクを持ってきました。この辺のアジャストはやっぱり小泉が一番早いということですよね、まあ、今のは本人も納得の投球、はい、ということですね。そうです、はい、ここも少し薄め、やはりちょっと今日の古田は迷いがありますかね。そのようですね。さあ浅田、やはり小泉がストライクが来ていますからね、はい、全部ストライクですと226までありますからね、はい、さあストライクでプレッシャーをかけられるか。お、思いっきり外に来ました、ね、出ましたが来たストライク、はい、浅田も小泉を楽させませんね、はい、2つ薄めでねストライク来たんですけれども、その薄めをちゃんとアジャストしましたね。納得の表情、そして大きく息をついてスコアをじっくりと見ました浅田。さあそして古田は、待ちました、はい、ただ勝負というところでいうと、この小泉と浅田に絞られた感じですかね、はい、さあここでストライクを持ってくると勝負が決まりますか。ほぼ決まるという、はいはい、大事な一投ですね。大事な一投です。デフレイ止め、なんと割れた。少し投げた瞬間に左に行き過ぎたようでしたね。いや、A グループでも上を走っていた方がね、はい、スプリットになるということがありましたが、はい、なんと小泉スプリット。やっぱりね、10本倒したいというところでこうギリギリを攻めますからね。さあ古田、惜しかった。だいぶね、ようやく 8フレーム以上に立ち位置を右にしたんですけれども、惜しかったですね、はい、さあここは注目割れてしまった。ここは何万ピンが残ってますかね。これは4番、10番で、ということは狙えるということですね。可能性はあるんですけれども、はい、これね、まあ、ここまで計算しないと思うんですけども、ワイルドカード候補の、はい、まあ、石見が215なので、はい、ここは確実に1本というところでしょうか。確実に1本取ってきました。ということで、
さあ小泉は216でフィニッシュ。そうなんですよ、ここがね、なるほど、勝負に行きたいところだし、うん、まだわからないけれども、うん、まあ、というところなんですよね、まうん、はい、ここはスペアを取りました古田。さあ小泉は216でフィニッシュです。現在ワイルドカード候補、B グループの寺下が236、そして A グループの岩見が215というところですよね、はい、そしてその15を上回って216でフィニッシュの小泉です、はい、ここトライして8本ミスだったら214になってましたから、そうですね、はい、さあそして浅田テンフレ1投目、大注目、どうか、倒れた、天品倒れました、執念で倒したような、はい、そんな雰囲気ありましたね。さあでも最後はセブンテンでフィニッシュという古田、はい、浅田はもう一つ、はい、もう一つ持ってこなければトップ通過にはなりません、うん、ちなみにパンチアウトですと、パンチアウトで226ですということですね。そしてここ9本だと、うん、そのワイルドカード候補のイヤミと同ピンになるということですかね。9本スペアで同ピンですよね。さあ浅田ストライクが続くのか、いいターゲット、強い、ここは勝利を決定づけるストライクとなりましたね。いやーボールチェンジ後のねこのアジャスト素晴らしいですね。はい、第4フレームでボールを変えてからもうほぼストライクというこの浅田、やはり思い切った戦法が功を奏したといったところですね。さあそして勝利を決める一投となります。最後、9本カウント、さあしかし225でフィニッシュという浅田アリナ、見事準決勝進出。そして小泉は216でワイルドカード候補となりました。はい、ナイスゲームでした。1回戦 C グループは浅田が準決勝進出、古田が次回出場停止となった。私だけ一人なんかコンディションがこう違うんじゃないかっていうぐらい悲惨な点数だったんで、ちょっと何が悪かったのかをちょっと考えます。はい、自分の投球だけをしようとしか考えてなかったですよね。ニアちゃんはもう必ず持ってくると思ってたので、力を入れることなく自分だけの投球しようと思ってたんですけど、スコアを気にしてたわけではないんですけど、やっぱり最後弱さが出てしまいました。 1,2,3 振れこなかったのでちょっと迷ったしたんですよ。やっぱり動きが全然違うって思って、それが変わるポイントになったので切って書いてよかったです。ボールはまた練習投げてみる。はい、でもあんま決めつけないようにします。これダメだったらこっちにしようぐらいの感じでいきたいなと思います。